新宿一丸駅の健太です。今日はですね、爆買い企画第2弾ということで、表参道でトートバッグ買ってます。っさっき言った通り、トートバッグを僕欲しいんですよね。で、前も表参道で買う予定だったんですけど、結局これ、このバレンシアガトラックを買っちゃって10万ぐらい消費しちゃいました。期間が空いてお金も貯まったということで、今回こそトートバッグを買いたいと思います。で、今迷ってるのがディオールのトートバッグとルイ・ヴィトンのトートバッグ。ただディオールのトートバッグが人気すぎて、お金払って数ヶ月後にお店に一人に行くっていうスタイルなんで、今ちょっとルイ・ヴィトンの方に心で揺らいでます。まあ早速行ってみましょう。レッツショータイム。はい、ルイ・ヴィトンに来てます。はい、ということで、ドン、買っちゃいました。ルイ・ヴィトンの、なんていうバッグかちょっとわかんないんだけど、このね、デニム生地のヴィトンのバッグ、トートバッグ買いました。このトートバッグが33万です。で、このスカーフが2万5000円ちょっとぐらいかな。ちょっとわかんないですけど、合計35万ぐらい買いました。これで、まあ動画編集とか、いろいろ本もね、やるときにパソコンとか入れると思うんで、入れていきたいと思います。なんで、このバッグ見かけたら声かけてくださいね。健三さんですか。ということで、本日の爆買い企画終わりたいと思います。バイ。トレードプラスの皆さん、レバーキャピタルファンドの皆さん、ロバーアフィリエイトの皆さん、環境の皆さん、まだマルチ商法の勧誘してますか。そんなことせずに、ちゃんと正しく路面店で買って、偽物なんか買わずに正しく買いましょう。これがブランディングです。皆さん、活躍をご期待してます。やってね。秘密の焼き芋屋さんでプレミアム焼き芋を置いてます。松本さんのことなんですか。若手経営者 M さん、ごちそうさまです。皆さんぜひお買い求めください。アマゾンとネットでこっそり美人なんですよ。モグファンド秘密の焼き芋に乾杯。かわいい。皮ごと食える。皮ごと皮も食える。